皆さんこんにちは。テレビハムラの時間です。3月31日水曜日、フライフォーオールハッシュタグ大空を見上げよう in 東京都が行われました。この催しはエアレースパイロットの室谷義秀さんがうつむきがちになる状況も多い中、ほんの数分でも空を見上げて気持ちを明るくしてほしいという思いで行った飛行機でニコちゃんマークを描くというプロジェクトです。東京スカイツリー上空からスタートし、羽村駅上空まで東京都内11カ所に直径約1キロの大きなニコちゃんマークを描きました。これを見た市民の顔には笑顔が見られました。続いての話題です。令和3年度の羽村市政がスタートしました。市のいろいろな事業を進めていく上で、その元となるのが市の予算です。そこで令和3年度の羽村市の予算についてお知らせします。令和3年度羽村市一般会計予算についてご説明します。市の財政は市税などの減収により厳しい状況が続いていますが、安全安心の街づくり、少子高齢化への対応、都市基盤整備など市が将来にわたり発展していくための施策については着実に推進していく必要があります。令和3年度予算は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況も踏まえながら、令和3年度に実施するべき施策を見極め展開していくとともに、新たな手法での編成に取り組み、安定的な財政基盤を構築していくための予算として編成しました。令和3年度羽村市一般会計の予算規模は前年度と比べて 1% 増加の222億2600万円となりました。はじめに歳入について説明します。歳入の内訳を金額の多い順に見てみると、市税が97億4813万円で歳入全体の 43.9% を占めています。次に国から交付される国庫支出金は40億1996万円、その次に東京都から交付される都支出金は34億2890万円となっています。歳入の根幹である市税については前年度と比較し 3.4% の減少となりました。市税の内訳を見てみると、市民税個人分は新型コロナウイルス感染症拡大の影響などによる所得の減少と、社会保険料控除やふるさと納税などの税額控除の伸びに伴う減収を見込み、前年度と比較して 5.3% 減の33億7759万円としました。市民税法人分は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景気の後退により市内企業の業績が大きく影響を受けている状況や、税制改正の影響を踏まえ前年度と比較して 30.9% 減の2億9016万円としました。固定資産税は家屋の新増築の増などを見込む一方で、3年に一度の評価外による減などを見込み、全体では前年度と比較して 0.2% 減の47億6980万円としました。次に歳出について説明します。歳出の内訳を目的別に見てみると、民生費が歳出全体の 50.2% を占めています。次に総務費は 12.4%、 教育費は 10%、 衛生費は 9.3% となっています。民生費では生活保護費、障害福祉サービス費、私立保育園保育委託料などに111億6286万円、総務費では旧市全休暇村解体工事費、五の神会館空調設備等改修工事費などに27億4222万円、教育費ではスイミングセンター指定管理委託料などに
22億2097万円となっています。次に令和3年度の主な新規事業とレベルアップ事業についてお知らせします。多様なニーズに対応した保育事業の実施に3984万円、妊娠・出産・子育て包括支援拠点の運営に1380万円、第2次障害学習基本計画の策定に238万円、防災行政無線のデジタル化整備工事など災害時の情報伝達手段の強化に1億4707万円、羽村駅西口土地区画整理事業の推進に15億6400万円、市政施行30周年を記念とする取り組みの実施に86万円、第6次羽村市長期総合計画の策定に479万円、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成、市民意識向上を図る取り組み推進に2023万円、公共施設の総合的な管理に1億2206万円となっています。市税等の経常的な収入が減少している一方で、少子高齢化社会の進展に伴い社会福祉や児童福祉にかかる扶助費が増加していることなどにより基金の取り崩しが増え、基金残高が大幅に減少するなど財政運営は厳しい局面にあります。このため平成30年度から第6次行財政改革基本計画に基づき、行政のスリム化に向けた全事務事業の点検・見直しに取り組み、令和3年度の予算編成に反映しました。見直しの主な内容は次の通りです。市役所連絡所については証明書発行や税の納付などコンビニエンスストアでの取扱い事務の拡大により廃止しました。フストイオン導入の実施については令和3年度から歯科医療機関での個人接種に変更をします。難病患者福祉手当の支給については他の制度と重複する対象者などについて制限を導入します。行政のスリム化に向けた全事務事業の点検・見直しによる効果額は全体で3221万円を見込んでいます。また行財政改革の取り組みとして税収の確保については収納率の向上に取り組みます。事務経費の見直しについては予算編成に新たな手法として枠配分方式を導入し一定割合での削減を実施しました。行財政改革の取り組みによる効果額は全体で1億2542万円と見込んでいます。市では今後も引き続き行財政改革を推進し、より一層経費の削減に努めていきます。以上、令和3年度の羽村市の予算についてご説明しました。令和3年度予算書は、市役所1階、市政情報コーナー、図書館のほか、市公式サイトでもご覧いただくことができます。続いての話題です。緊急事態宣言は解除されていますが、依然として新型コロナウイルス感染拡大への警戒が必要です。ご覧の皆さんも感染対策をしっかりと行い、予防に努めましょう。新型コロナウイルス感染症が蔓延しています。すでに感染リスクが高い行動は避けていただいていますが、より一層の感染拡大防止にご協力をお願いいたします。感染リスクが高まる5つの場面を紹介します。飲酒を伴う懇親会、大人数・長時間の飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりです。飲酒を伴う懇親会、大声での会話や食事のシェアが感染リスクを高めます。
大人数、長時間の飲食。5人以上での長時間の飲食は飛沫が飛びやすくなり、感染リスクを高めます。マスクなしでの会話。マスクなしに近距離で会話をすることで飛沫感染のリスクが高まります。狭い空間での共同生活。狭い空間での共同生活は閉鎖空間になりがちで感染リスクが高まります。居場所の切り替わり。仕事での休憩時間など気の緩みで感染リスクが高まることがあります。新型コロナウイルス感染防止のポイントは大きく分けて3つあります。基本的な感染予防対策の実施、換気の実施、適度な保湿です。基本的な感染予防対策の実施。まずはマスクの着用、ソーシャルディスタンスを保つ、3密を避け大声を出さない。換気の実施。寒冷期になると換気は難しくなりますが、換気は新型コロナウイルス感染症予防の大きなポイントです。まずは可能であれば機械換気による常時換気を行ってください。機械換気が設置されていなければ室温が下がらない範囲での常時窓開けを心がけてください。最後に適度な保湿です。換気をしながらの保湿には次のような方法があります。加湿器の使用、洗濯物の室内干し、こまめな拭き掃除。保湿は新型コロナウイルス感染症だけでなくインフルエンザの予防にもつながります。 40% 以上の湿度を保つことを心がけてください。新型コロナウイルス接触確認アプリココアについて、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールを推奨しています。ココアは利用者本人の同意を前提にスマートフォンの機能を利用し、プライバシーを確保しながら新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けることができます。利用者は陽性者と接触した可能性が分かることで検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで感染拡大防止につながることが期待されています。リスクを伴う行動の回避と感染予防策をとって新型コロナウイルス感染拡大防止に努めましょう。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の準備を進めています。ワクチン接種には優先順位があります。まず医療従事者など、次に高齢の方、基礎疾患のある方、高齢者施設従事者、それ以外の方となります。ワクチン接種には事前に予約が必要となります。予約開始日は決定次第、広報羽村、市公式サイト、メール配信サービスにてお知らせいたします。決定までしばらくお待ちください。ワクチン接種は無料です。接種会場は羽村市スポーツセンターです。接種回数は2回です。ワクチン接種は強制ではありません。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種までの流れをご説明します。3月25日現在での接種までのスケジュールはご覧の通りです。ワクチンの供給状況によっては変更となる場合があります。住民票のある自治体からワクチン接種券が送られてきます。接種券は2回分が1つになっています。切り離さず大切に保管してください。接種券が届いたら接種の予約をしてください。現在準備中のオンライン予約サイト、またはコールセンターで予約を承ります。
羽村市ワクチンコールセンターは予約開始までは相談専用ダイヤルとなっております。予約をした日時に接種会場へお越しください。その際、ワクチン接種券、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類、接種券に同封されている予診票をお持ちください。1回目の接種から標準的には20日以上、最低でも18日以上の間隔を空けて2回目の接種を受けてください。羽村市のワクチン接種に関しての質問・相談は羽村市コロナワクチンコールセンターまでお問い合わせください。ワクチン接種を語る不審電話にご注意ください。接種にお金が必要、今申し込めば優先接種ができるなどと語り、お金を振り込ませようとする詐欺が発生しています。市町村がワクチン接種のために金銭を要求することは絶対ありません。不審な電話が来た場合はすぐに警察にご連絡ください。続いての話題です。3月12日金曜日、東京羽村ライオンズクラブが市長を表敬訪問しました。どうも、今日はありがとうございます。わざわざお越しいただきまして、お作りいただきました。どうもありがとう。どうぞ。こんにちは。ライオンズクラブは、We serve、我々は奉仕するの言葉をモットーに、献血事業や薬物乱用防止活動などの奉仕活動を行う世界最大の奉仕団体です。今回、東京羽村ライオンズクラブが設立30周年を迎え、表敬訪問を行いました。東京羽村ライオンズクラブは今期30周年を迎えました。このことにあたりまして、30周年記念事業実行委員会というものを立ち上げました。その会議の中で、決まりましたのを本日、贈呈させていただきたいと思います。目録1、安心安全のまちづくりのための防犯カメラ一式。1、同じく駅舎自由通路ベンチ一式。1、コロナ予防対策のための自動検温装置一式。右、結成30周年記念事業として贈呈いたします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあ自分でお受けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。後院屋のごとしと言いますか、あっという間の30年だったなという感じがします。まあ、地域のご理解を得ながら、そして、仲間同士の奉仕の心を持っている方々との交流や、あとこのライオンズクラブを作っていただいた諸先輩、そして後を続いていてくれる若い世代、他世代の交流をもとに地域に根付いた奉仕活動を今まで展開してまいりました。奉仕というのは具体的に何をした何をしたということを言うよりも、気持ちを合わせてその地域にいかに貢献できるような奉仕活動をするのかというのが一番大事なことではないのかなと思います。ぜひ奉仕に、社会奉仕に熱意のある方の入会を希望しております。
続いての話題です。3月12日金曜日、障害学習センターゆとろぎで令和2年度羽村市教育委員会表彰が行われました。ただいまから令和2年度羽村市教育委員会表彰および教育委員会褒章授与式を開式いたします。本日は教育委員会表彰褒章にご参加いただきまして本当にありがとうございます。コロナの関係ではもう去年の3月ぐらいから学校が休業になったりさまざまなことがありました。この令和2年度については非常に厳しい状況の中で皆さんお過ごしになられたというふうに思っています。今日のこの表彰式はそういった中でも皆さんが一生懸命努力してそして自分たちが実施してきた内容をそこで成果を上げた皆さん方の本当の頑張りに対して教育委員会としては称えてあげたい、そして表彰をしてあげたいっていう強い気持ちで今日開催することにいたしました。表彰状、羽村市立羽村東小学校島田八重様、あなたは第33回全国競技かるた小学生選手権大会で優勝されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、羽村市立富士見小学校三浦大地様、あなたは第8回近代三種日本選手権大会兼第15回 JOC ジュニアオリンピックカップで活躍されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、羽村市立栄小学校増田美子様、あなたは第11回日本バッハコンクール全国大会で銅賞を受賞されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、羽村市立武蔵野小学校北村春様、あなたは第41回東京都小学生女子秋季ソフトボール大会で優勝されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、羽村市立羽村第一中学校竹内涼様、あなたは第9回全国書写書道総合大会令和2年度全国学生書写書道展で全日本書写書道教育研究会会長賞を受賞されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、羽村市立羽村第一中学校生徒会様、皆さんは励ましの言葉などのメッセージを添えたグリーティングカードを高齢者福祉施設等へ配布し地域との一体感を高め貢献されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、羽村市立羽村第二中学校剣道部様、皆さんは第35回関東少年剣道連盟大会で優勝されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、国立音楽大学附属高等学校成川由衣様、あなたは第74回全日本学生音楽コンクール全国大会において第3位の成績を収められました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、東海大学素顔高等学校中島由美香様、あなたは第26回日本管楽合奏コンテスト全国大会で最優秀賞を受賞されました。よってその功績を称え表彰します。
表彰状、東海大学素顔高等学校上村亮様、あなたは第26回日本管楽合奏コンテスト全国大会で最優秀賞を受賞されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、東海大学素顔高等学校上村翼様、あなたは第26回日本管楽合奏コンテスト全国大会で最優秀賞を受賞されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、東海大学素顔高等学校峰永武様、あなたは第26回日本管楽合奏コンテスト全国大会で最優秀賞を受賞されました。よってその功績を称え表彰します。表彰状、渡辺良二様、あなたはバーティカルワールドサーキット VWC2019 年間ランキングで第3位の成績を収められました。よってその功績を称え表彰します。感謝状、北島雄介様、あなたは羽村市教育委員会に版画作品を寄付され、教育環境の向上に尽くされた、その功績は誠に大であります。ここに深く感謝の意を表します。今回表彰していただいたクリスマスニューイヤーカード作成というボランティア活動は、羽村市内の高齢者の皆さんとの交流を深めていくことを目的として始まりました。多くの方に喜んでいただきたい、カードを見て元気を出していただきたいという思いで活動しています。今年は新型コロナウイルスの影響で直接会ってお一人ずつに手渡しすることができませんでした。ですが全校生徒それぞれがカードに込めた思いはメッセージを通してしっかり伝わったと思います。この中でも諦めずに取り組み、そして表彰されたことはとても嬉しく、これからの活動の励みとなります。今後もこの中でもできることを見つけ、新しい活動を行い、できなかった活動は別の活動で実現していきたいと思います。その他の受賞者はご覧の通りです。さて、今週最後は羽村家族プロジェクトの一つとして行った家族写真撮影会に参加してくれた家族を紹介します。今回は水野さんファミリーです。今週もテレビ羽村をご覧いただきありがとうございました。